沢でいいかパクチコです。先週ゴゾ島に行った中からもう一箇所紹介したいと思います。私は以前から地球上の液体の中でビールが一番好きと公言しておりますが、マルタに来てからはワインもよく飲みます。本場ですからね。なんですが、今回ゴゾ島にとてもいいクラフトビールのブリュワリーがあると聞いて楽しみにやってまいりました。クラフトビレッジからバスを乗り換えやってきたのがこちらのロードシャンブレーブリュワリーというお店です。ここはもう本当に素晴らしいので、マルタに行く予定のビール好きさんはぜひ行ってください。中に入ると左側には数種類の瓶ビールとグッズ、右側には生ビールのタップがあります。店内に2つと外にいくつかテイスティングできるテーブルがあります。私は店内の一つのテーブルに座らせてもらい、早速ビールをいただきます。こちらはメニューでいうと2番のホワイト IPA です。一口飲むとホップの香り、すっきりとした苦味が口の中に広がります。クラフトビールならではの味わいですよね。こちらは4番のハニーエールです。ゴゾ産の蜂蜜がたっぷりと使われているとのことです。色が先ほどのと全然違いますね。ふんわりと広がる蜂蜜の風味がとても素敵です。私は台湾にもよく行くのですが、台湾ビールの蜂蜜味が大好きで、見つけたら必ずお土産に買って帰ります。何せビールと蜂蜜なんて美味しいものと美味しいものを組み合わせたら、そりゃあ悪魔的に美味しいものになるよねってことで、日本でもぜひ作ってほしいと切に願っております。さておき、私が一人でビールと休日をかみしめていると、反対側の席で飲んでいたグループの一人が話しかけてきました。うるさくしてごめんねって、あなたの上着このビールに似てるわねと言われ、冷静になって自分の上着を見てみると本当に似ていて、笑っちゃいました。そして仲良くなり、その中の、何人かと Facebook を交換して、他のメンバーとも交換しようとしたら、アンタップとがいいよと言われ、何それと聞くと、なんと飲んだビールを記録するための SNS でした。面白いですよね。ビール好きの皆様、ぜひアンタップとでビールシェアしましょう。その後ももう一杯、そしてさらにもう一杯と、ちょっと酔っ払ってたので詳しい味の感想もわからないんですが、とにかくここのブリュワリーは美味しいです。雰囲気もとてもいいです。日本はこういう飲み屋とか今は営業してるのと聞かれ、今は8時で、飲食店は全て閉まると説明すると、それは賢いよ、コロナは8時から動き出すんだと言われ、また大爆笑になりました。いや、これは本当は笑えない話なんですけれども、つまりは外国から見てもその政策わけわかんねえなってことで、私もそう思います。その後ももう一軒別のパブへ移って、ここはレストランとパブがつながっていて目的別に飲めるけど、パブでも料理も頼めるというところでした。ピザがすごく美味しかったですね。そこのパブではみんな知り合い同士みたいで、ゴゾは小さい島だから、飲みに行ったらみんな知り合いなことも珍しくないらしいです。とてもフレンドリーで素敵な人たちでした。お客さんはそこそこ入っていると思ってたんですが、普段はもっとたくさん人がいるんだよと言っていました。このテラスも人がいっぱいになるのにコロナのせいで人が来ないんだって。ゴゾ島に来て閉まってるお店が多いことは気になってました。ゴゾガラスも初めは閉まってましたしね。マルタ島もコロナの影響と、もともと冬はローシーズンなこともありまして閉まってるお店が多くて気になっていたけれど、ゴゾ島は結構それ以上に深刻な感じがしました。観光地って今すごくやばいなっていうことはニュースでもやっているし、なんとなく想像もつくし、マルタ島も観光地だけど、ゴゾ島に来て一番実感したかもしれません。次の日、日曜日だったのもあるけど、事前に調べていて、本来空いているはずのお土産屋さんでも閉まっていて、お土産は諦めて帰りのフェリーに乗りました。ローシーズンでお店は閉まっているところもあったけど、ゴゾ島は変わらず素敵なところだし、私はとても楽しめました。マルタ島からのフェリーは往復で 4.65 ユーロとお手軽なので、もし行こうか迷ってる方がいたらぜひ行ってみてください。
ところでローシーズンは関係なく、日本と違ってマルタは多くのお店が日曜日休みです。土曜も早めに終わるところもあります。週末はゆっくり休もうという ことらしいです。いいですよね、そういうの。でも私は学校が土日休みなので、土日に街を回ると行きたいお店が大体閉まっていて、途方に暮れることがよくあります。夏のハイシーズンには土日も開けたりしているみたいなので、ローシーズンだとそういう弊害もあるんですね。でもローシーズンはバスもホテルも学校もとにかく安いので、悪いことばかりじゃないですね。人が多いのは私嫌いですしね。あ、むしろそれ最高じゃんって感じですよね。というわけで、ごととのおすすめブリュワリーとパブレストランを今回は紹介しました。ハイシーズンのごととも見てみたいなと思います。でも人が多かったら私はすぐ帰りたくなっちゃうと思うんですけどね。今回もご視聴ありがとうございました。